Say oh yeah!Homo time say hell yeah!Alright, シーズン40でございます。いきますか。やってきましたね。ちょっとね、間が空いちゃったけどね。Alright, stop. いきましょう。シーズン40。えっ、ー、とですね。あのブリちゃんのね、ブリトーク、いかがでしたかね なかなか、ちょっとね、あの、報復絶倒というかね、もう、もう、笑っちゃって、あの、話したいことが話せなかったというね。<laughs> まあまあまあ、あの、昔からの仲なんでね、あんな感じですね。はい。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。はい。いきます。えー、シーズン40ですね。40。確かね、えー、最後は、達子。これね、あれなんですよ。また、あの、反応がね、わかんなくなっちゃった。またすぐ治るんだろうけど、 もうね、参っちゃうよね。まあ、い,いや、あの、わかる人はわかるで呼んでくけど、このね、あの、アイコン見ただけでね、ちょっと想像がつかないというか、あの、アイコン見ただけで名前を思い出せない方は、ちょっと、あの、名前呼べないかも。ということで、いきますよ。はい。えー、たつの次。はい。あ、読めますね、次。はい,い、行きます。えー、おにぎりみかん。おにぎりみかん。 えー、お久しぶりのコメントです。小箱巡りは都会の特権ですね。一度やってみたい。ハイさんが昔、そんな小箱でバリバリやってた頃のブログで、ロットンがやばい。ロットンがやばいって言ってたのを読んで、とても嬉しかったのを思い出しました。私はロットンが大好きなのですが、何か思い出があったら教えてください。これあれだね、ロットングラフティだね。あのー、ロットンはかっこいいね。 今も、もうかなり、あれで活躍してるよ。どん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 。ロットもまた見たいですね。ありがとうございます。おにぎりみかん、ありがとう。確か全部ひらがなだった気がする。はい、次。ああ、これはもう、あのー、これね、多分半音じゃないやつになってるね。ドクター P ーって書いてあるから、ドクター P ーにしようかな。ドクター P、えー、東京通信に胸ツです。そしてビートボックスとスクラッチの長い動画、シリーズ化希望です。 シャカシャカできねえっす。ええー、その後の、イーワット、アパラ、アパラパッパラ、もうむずすぎなので、解説動画お願いします。イーワって、あの、この、イーええて、イーワこの弾くやつね。アパラ、アパラパッパラって俺言ってねえんだろ、これ。まあいいや。まあまあまあ、あの、ちょっとね、これビートボックスもね、ちょっとまとめて撮んないとね、なかなか難しくて全然着手できてませんね。 はい、ありがとうございます。ドクター P、ありがとう。はい、次。あ、これも、もう読めない。えー、これ、アイコンに、小文字で M って書いてある。でね、アットマークの後が、もモってなってるから。もも。M-O-M-O。小文字で M-O-M-O。ももさん。えー、こんなとんでもないお宝動画に巡り合えた奇跡に感謝。お、これはあれですね。 えー、沼トーク39に反応 DG としんの之助2人の好きなところとかってやつだね。こういうのね、読んでくれるとありがたいね、ほんとに。あいよ読むっていうか見てくれるとね。結構、あの、この頃はあの、しゃべりのテンポとかね、相当なスローテンポなんだけどね。まあいいや。<laughs> ありがとうございます。お恥ずかしいでございます。はい、次。 お、来ました。コウさん、えー、質問のコウです。SO のインディーズのデモトラがプレミア価格になってることについて、どう思いますかちなみに、駿河屋で2万円になってました。<laughs> あ、そうなの <laughs> デモトラって、あ何あの、あれかなカセットのやつかなわかんないけど。それ、あの、あるよ、うちに。2万円ってすごいね。すげえ。 ええ、すごいね。駿河屋行ってみっかな。はい、ありがとうございます。質問のこう、ありがとう。はい、次。お、連投。質問のこうです。はいさんが選ぶ、えー、SO のリミックス曲ナンバーワンはえぇ、ー、これはねー、すごく、あれだな 結構ね、SO のリミックス曲ね、あのー、リミックスってすごく、そう、俺らは、あのー、そうほ、本編を作ってる。うん、だから、ゼロから作ってるから、それをどういう風に料理してくれるのかなって結構ね、楽しみでね、いつも、あのーな、何楽しみに待ってたんだけど、まあ、好きなのは全部好き。だけど、ものすげえ印象に残ってたの、残ってるのは、 もう、現時点で、ど、どんなだか全貌を口でペラペラ言えないけど、ものすげえ衝撃だった記憶があるのは、あの、キャットウォーク確かキャットウォークのリミックスがなんか、おぉ、高貴高いっていうのにすげえ衝撃を受けた気がする。うん、それを今喋りながら思い出した。うん。パーっておお思い浮かんできた、それが。ちょっとあの、 チェックできる機会があったらチェックしてみてください。ほうってなるよ、多分ん。コさんもほうってなるよ。はい。すみません。はい、ありがとうございます。質問のコウがありがとう。はい、次。あ、これはあれですね。私の大先輩の K <laughs>、K 山、K 山さんですね。音楽室デラックス、K 山さんでございますね。はい。 なんだろう。えっと、2003年の2月28日に沖縄クラブ D セットでライブやってます。これあれか。これそうだ。沼トーク245で、あのー、SO は沖縄に何回行ったんだか、な、何回行ったんだっけかっつって、ああ、それだったなんて言ってるのに答えてくれてるという。ケリオンさん、ありがとうございます。続きを見ます。えー 2, 2月28日に、お、沖縄のクラブ D セット。で、2月、ん ?2 月十6日、大阪グランカフェ。あ、これ覚えてる。28日、沖縄クラブ D セット。3月1日、名古屋、ラディックス。懐かしい。<laughs> よーく覚えてんな。あれかもね。あの、お仕事の手帳に書いてあったりとか、PC に入ってたのかもね。 いや、すいません。ありがとうございます。あーグランカフェ。覚えてんなー、これ。名古屋、ラディックス。ラディックスもすごくあの印象深いね。うん。まだあんのかななんか高架下にあるクラブでさ、そう、なんかすげえ雰囲気があ,あ,あるとこだったね。うん。なんすんの、なんかこう、たまり場っぽい雰囲気がこう、がっつりあ,あった。 感じの箱ですねいやいや、懐かしいな、これ。いや、あのー、ヤマさん、ありがとうございます。お恥ずかしいでございます。はい、次。いきます。はい、これも読めない。えー、これ読めない。ごめん、これマジ読めない。アットマーク、ユーザー DL、なんちゃら感じになっちゃって。はい。読みます。えー、2005年の、えー、ん ?2005 年の沖縄のライブは、 ミュージックピクニックのことだと思います。自分が中学2年の時に行きたくても行けなかった一生の心残りのライブです。過去にコメントしました。反応してくれたら一生の思い出です。え、これ2005年で、ケイヤマさんは2003年って言ってますね。ってことは、2回言ってんだよね。だよね。うん。そう。 2回言ってん,だと思うなんかねこうところどころ覚えてんのよ。この箱の雰囲気とかはもちろんだけどあの担当の人とあの夜ご飯食べる時に豆腐用食べてみろって言われたりとかそう <laughs> でちょっと食べてみてなるほどって思ったりとかっていうのとか覚えてんだよね。うん、そうんそか ちょっとまだ謎だな。いやいや、ありがとうございます。名前が呼べなくてごめんなさい。はい、次いきます。あ、この人わかる。てつさんだ、鉄。鉄テツって書いてあるもん。しかも初コメだ。<laughs> ありがとうございます。えー、初コメ、失礼します。鉄と申します。これね、アットマークの後ろもアルファベットで鉄って書いてあるし。し鉄って書いてある。あの、ひらがなで鉄ってねこ。あの、このコメントの本文にね。はい。えー、 ディギーさんのダブルキャップの話の流れで声出して笑いました。さらにハイさんの、さらにハイさんのダブルキャップが見られてテンションあ上がり、コメントしてしまいました。いつも楽しそうにコメ編しているのを楽しく、えー、拝聴させていただいてます。はい、あ、視聴ね、視聴させていただいてます。ありがとうございます。テツさん、はじめましてありがとうございます。これあれだね、ペロちゃんがダブルキャップ、 あのしてんだけどどう思うっていうのの流れね多分ねあこれそうこれも245だねいやいやありがとうございますはい時間ですねつうかまたこあの半年見れなくなる事件が起きてるねこれまいったなまあいいやまあ,あのこれで,でさこうコメントにの冒頭に名前書いてねとかって 言って書いてもらうやつを読むときにはもう治ってたりするからね。だから、まあ、あの、まあ、書いてもらうにこうしたことはないっすね。<laughs> まあ、あの、そう、略称で読んでほしいと人とかは、こう、ね、ずっと書いてもらえるとい,いいのかもしれない。はい、まあいいや、とりあえず、えー、シーズン 40! やばいです。シーズン40ですね。OK、じゃあシーズン40、えー 撮ってきますので、えー、これからまた1週間ぐらいお付き合いくださいということでエピソード1でした2に続く。